あ、今ちょうど穴の中入ったと思う。食ってね。食ってるか。お、食ってる。合わせろ。よっしゃー、よっしゃよっしゃよっしゃ。お、でけえ。食った。食った。マジか、なんだ今の。スペースモンキーズ TV。おはようございます。おはようございます。最近私が好調な山中湖に皆様をお連れしました。今日はですね、っていうか初めてじゃない？動画二人で出るの。そうだね。ね。あ、違う。フィッシングショー一緒。フィッシングショーが一緒だ。でも釣りするの初めて、ね。釣りは初めて。っていうかユートメンのサングラスどうしたそれ？外人風。ヨーロッパ風。ヨーロッパ風。今ヨーロッパ強いから。本当。あのワールドカップの影響で。あ、だからサッカーしないくせに。そう。あ、じゃあとりあえずさ、今日サッカーじゃないんですけど釣りですね。最近なんか放流があったとかないとかで、まあでもそれでも気にしちゃってるんですけど、まあ釣れてるんで、はい、今日はここで釣りをしようと思います。はい。まだあれじゃない？釣ってないんじゃない今年？今年の、あれや、釣ったけど、2匹ぐらいしか釣ってないです。本当に？ジャック先生は？あれ、俺、釣ってなかったかな？さあ、記憶もさっぱりですんで、今日、白黒つけましょう。はい。ということで、やっていきましょうか。はい。じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、トップからやりつつ、まあ、コーヒー重系のワーム思いっきりバッコン飛ばしてもいいし。ね、まあ多分釣れると思いますんで頑張っていきましょう、はい、それではレッツゴートップ X っすね。トップからいきましょう、はい、バコン投げてちょぼって感じで、はい、おお飛ぶね。ちょっと白鳥が近づいてきました。白鳥が餌をくれると思って近づいてきちゃいましたよ。ジャック先生、こっちの方にですね、白鳥が、ジャックと白鳥、なんだこれ。はい、ということでね、すごいガスってますが、トップで反応ブリブリにありそうなんでね。あ、ちょっと白鳥の子供もいるじゃないですか。ほら。かわいい。ねえ。3羽の子供だね。親子だね。ほら、白鳥の湖だからね、山中湖は。まあ、白鳥さんにちょっとあまりね、こうプレッシャー与えないように釣りしてください。はい、頑張ります。次は TK ツイスト、おお、いきます。思いっきり飛ばしてよ。それはもうね、天空に投げるかのように、天空に投げるかのように、いきます。ちょっと上すぎたかこれ。行っちゃった。スーパーフライハイしてたね今ね。今日飛んだ。スーパーフライハイしてた、ね、あれ TK はズル引き、ズル引きでいいと思うんだよね。もしか時々なんか自分でこうエビみたいなトゥントゥンってアクションつけてもいいし。嬉しいです。基本はズル引き、ズル引き放置の繰り返し。あんまりアクションいらんかもしれん。ズル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 ピンピンピンみたいな。ズルズル見えるかな。見えるよ。すごいね、コイたちがいっぱい。なんかコイの餌あげたいね、ペレットとかバッて。すごい、寄ってきた寄ってきた、餌くれると思ってる。すごいね。うわぁ、100はいるね。いるね。100はいるな、これ。ほうほう、60クラスのよ。50クラスのやつがうひょうひょういますよ。これはコイで、ここら辺にまでいる。なんかこの中一気バス混ざってたら面白いけど。たまに混じってる。たまに混じってる。コイと、自分はコイだと思い込んじゃってるバスがいるかもしれない。さあ、移動してきました。我々はですね、桟橋をチャーターしてしまいました。陸からですね、どうやらこのピーカンではね、釣れねえというふうな判断で、で、あとはね、あの桟橋の、お店の人が、ここ結構釣れてるからやってみろということで、有料桟橋を1000円でチャーターしました。早速なんですけど、もうそこにね、いるんですよ。釣れるかどうか分かりませんが、やってみましょう。
こうとも落としてズルズルやれば、多分そこにねちょうど穴開いてるんですよ1個、その中に1匹いたんで、気づいてくれれば食ってくれると思うんですよ。当たりだったらゆっくりでいいからね。あ、今ちょうど穴の中入ったと思う。食ってね。食ってるか。食ってる食ってる食ってる。合わせろ。よーっしゃー、よーっしゃよーっしゃよっしゃよっしゃ、やっぱり来た来た来た、やっぱりいたでしょ。来ましたね。さあハンドラン、ハンドラン、逃がすなよ逃がすなよ、バラすなよ。さあどうする。それ寝そべってキャッチが男だね。寝そべりキャッチチャレンジジャック、寝そびりキャッチ。わあ出た、よしよしよし、キャッチキャッチ、頑張れ頑張れ、ジャックジャックジャック、頼むジャック、すくってもいいぞ。よしよし、おお顔面つかみ、顔面つかみ、おお大事にして大事にして、貴重なバスさんだよ。今日これ一本かも分かんねえからな。よかったね。よかった。やったね。よし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 。ちなみにね、釣れたるわーですね。これです。これです。トーナメントコーラー 5.5 インチ。あ、いや、見えちゃったんだもん。そうっすね。よかったよかった。今完全にルアーラインがこうなってたもんね。そうっすね。よし、じゃあ勝ち誇りしてください。いや。やったね。あ、ありがてえ。ありがてえ。キンキンに冷えてやがる。オッケー。はい、次はユートメンの番だよ。そうですね、一匹欲しいです。まあここ確実にこれ足元落としていけば取れるでしょう。ちょっとワンサイズダウンさせた TK。 あ、いいね。ちょっとズル引きいってきてください。頑張って、ね、レッツゴー、ね、1匹釣れるとテンション上がる、はい、まあ上がるよね。跳ねたりしてないと。いました、キングスワン。お父さんかな、さっき子供もいたもんね。そうですね、お父さんだな。クイッキーあったね、クイッキーが落ちたし。そう、え、マジで。おー、いた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 。おー、食う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 。お、でけえでけえでけえ。おお食った、マジか。なんだなんだ今の。ちょっと待って待って、頑張れよジュートね。なんだその食い方は。いきなり出てきたぞ足元から。ナイスキャッチ、すげえ。なんだ今の。お、来た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 なんつって。キャッチキャッチ、頑張れ。オッケー。でもさ、うわ、でかくなったね。いや、サイズアップサイズアップ、違うやつ、違うサイズアップ。もう見て、危ない、あとちょっとで外れそう。マジで。ちょっとちょっと、まずそっちいいから勝ち誇りしてくださいね。はい、取れました。はい、 TK ツイスターフィッシュ、久しぶりですよ。持ち上げてください。あ、ふってぇ魚。一回ね、見切ったんだよ。何言ってんだよ。じゃ一回こう、あっち行っちゃったけど、チュッて入れたらね。お前そんなに確実な形じゃねえじゃねえかよ。足元からジャックが出てきた出てきたっつって、本当だっつった瞬間にパクって食ってくれたんじゃねえかよお前。まあでもよかったよかった、うん、さあこの振っといます、釣れました。ゆうとめおめでとう。はい、ということで、はい、3番しちゃうとはして正解でしたね。そうですね、こんなにね、スッて釣るとは思わなかった。まさかだよ本当に。俺もカメラ置いて、で、撮りに行ったんだよ。で、いるなんて見たら、いきなりジャックが、来た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 って。で、何も、ただルアー入れといたら、いきなりそのルアーをパクって食ってくれただけ、だけで、なんで、一回ね、見切ってね、かっこいいこと言うなや。さすがだけど。うん、よかった、面白かった。ということで、とりあえず締めましょう、一旦。はい、まだ全然釣れる時間ありますんで。はい、釣れるのならばシャープにはあります。釣れなかった、動画が上がらなかったら釣れなかったということで、はい、とりあえず以上、シャープ1、3倍しちゃうとあちゃら釣れたでした、はい、お疲れ、お疲れ様です。次頑張りましょう。よーし。